ネズミをチーズまで、導いてください。どうしていいかわからんから、とりあえずスタート。はいダメー。なんで上に進んだんだ？画面をよく見るのよ。あ、赤い矢印。動いた。気づいた？スタート。大丈夫かしら？猫さん避けてくぜ。壁に激突。ネズミをつ。壁に激突してもダメなのかよ。ダメなのですよ。でもおかげでわかったぜ。そうなの？これ、上の赤い矢印の方向に、ネズミが一マスずつ進むんだぜ。じゃあどうすればいいんですの？まず、ネズミを右に移動させたいから。最初の矢印は右向きにする。なるほど。次は上に移動したいから。矢印はそのまま。次も上に行きたいから。矢印はそのままよね。そういうことだぜ。そしたら次は右に曲がりたいから。上の矢印を右向きに。次も右に進むから。矢印を右向きにして。これでルート完成だぜー。うまくいくかしら。よし。ネズミさんお待たせしました。スタート。指示通りに行くのよ。うまくいってるぜ。よし到着。正解です。でもこの猫たち、ネズミに興味ないみたいだな。これ、ただの絵よ。ピエロのトリックを、暴くのです。またするピエロか？そうよ、真ん中オープン。外れみたいね。やっぱり。ここでよく見るのよ。ああなってこうなって。右。外れだわ。違うのかよ。コップに集中よ。目がおかしくなる。あっち行ってこっち来て。左。外れよ。ああ、もう目が回ってわけがわからん。ピエロめー。私の帽子を返せー。あ、ボール発見。え？ほんとだ。シワ取ろう。制服しないといけません。これは簡単だぜ。そうなの？石をセットして。発射。さすがマリサね。ダメだけど。はぁ？塔を破壊するんじゃなくて、制服するのよ。なるほど。そういうことか。どうするつもり？はい、制服完了。ダメよ、そんなの。なんでだよ。制服できてるだろう。ダメなものはダメよ。石ごと破壊してブスんのよ。じゃあもうこのカタパルトで、飛んでけー。空から、制服完了。正解です。でもさっきのこれだって同じことだろ？よく見なさいよ。体が塔の中に入ってないでしょ。ほんとだぜ。魔術師は、幽霊を倒さなければいけません。このフォヨンフォヨンって音、なんだぜ？それ気にしなくていいわ。幽霊の音かなんかよ。幽霊の音？だからいいってば。お、魔術師がなんか出したぜ。ゴフじゃないの？なるほど。このゴフで幽霊を倒すのか。でもどうやって使うんだ？ヒント欲しい？いいです。なんでよ。ください。そうでしょ？それぞれの幽霊に効く魔法カードがあります。幽霊の目はカードと同じ色でなくてはいけません。わかった？めんどくさそうだから。この問題スルーしていい？ダメに決まってるでしょ。やっぱりか。じゃあ、まずこの水のゴフで、青い幽霊さようなら。やればできるじゃないの。次は、そうだな。目の色のゴフを使うんでしょ？そうなんだが、火は赤だよな。黄色じゃない？火は黄色なの？ほら消えたでしょ？ほんとだ。でもこの幽霊の目、赤と黄色よね。この葉っぱのゴフじゃ無理みたいだぜ。目の色を変えられればいいのに。あ、黄色くなった。火のゴフが欲しいわ。火のゴフを出してください。出たわ。最後の幽霊、さようならー。おじいさん、倒したから帰りましょう。眠ってるみたいよ。4つの斑点がある犬は、どこですか？この犬の斑点、1、2、3、4、5。あれ今落としなかった？気のせいじゃないの？確かにキュッて。自分で言ったんじゃない？さすがにそれは。ほらほら、5番の斑点だけキュッキュなるぜ。ほんとだわ。なんで音がするのかしら。とりあえず、こすってみるぜ。万能でこするの？使えるものは使うんだぜー。あ、消えた。汚れだったみたいね。白い羊はどこでしょう？いません。いるのよ。あと番号しまいなさいよ。そうだったそうだった。でも本当に白い羊いるのか？ちょっと、この羊。ちょっと、え？顔の番号避けなさいよ。わかったぜ。もう、このラマが、うわ、唾液？あれ？ラマの唾液で番号が消えたぜ。魔法の唾液ね。なるほど。この魔法の唾液を使えば、ラマさんお願いします。黒いママよね。この子じゃないぜ。次お願いします。この子も違うわ。ラマさんお願いします。違うわね。ラマさんお願いします。お、白くなったぜ。正解。ラマさんお願いします。やめなさい。順番にタップしてください。わかりましたわかりました。最も大きな動物をタップ。それはゾウさんのことか？はいそうですね。次に小さい方の猫をタップ。簡単だぜ。小さい猫さんはこの子。順調ね。じゃあ最後に、最小の動物をタップしなさい。最小の動物は、さっきの子猫だろ？もっとよく探してみて。リンゴが怪しいが。そうなの？リンゴツンツン。お、ジュロス。違うってば、ミミズよ。そうか。じゃあこのミミズが、最小の動物。正解です。魔法使いは、トロールを止めないといけません。でもこれじゃあ、魔法がトロールに絶対当たらないぜ。届くように工夫するのよ。なんで上に攻撃できないんだ？ここにホワンホワンした、何かが。なんだよホワンホワンって。知らないわ。このパイプ、お、取れた。使えそう？
こんなものどうするんだ？水を通したりするんじゃない？あ、もしかして、水じゃなくて、魔法を通すことできるんじゃないの？魔法がパイプを。命中だぜー。倒したわね。トロール落っこちてこないんだな。だって、ホワンホワンが。シーソーのバランスを、取りましょう。右の重りが15だから、左にも同じ重さのを乗せないとダメだろ。もう答え出たわね。でもこれどう考えても。何か問題でも？問題があります。何ですの？残ってる重りが、重すぎだぜ。そこをなんとかするのよ。いやだって、ほら無理でしょ？もう一個乗せたら？なるほど。いやダメだって。なんでダメなのか知らねえ。アホなの？今なんて言った？あ、ゼロが取れた。このゼロ、なかったことにしよう。さっきアホって言ったわよね。それもなかったことにしよう。はぁ？よし、これでバランス取れたぜ。話終わってないわ。ウサギさんはどこですか？ウサギなんていないわよ。見ればわかるでしょ。でもそういう問題なんだぜ。アホな問題よね。それで、何よ、ウサギさんはどこですか？だからいないんだって。じゃあウサギさん見つけたら、霊夢はアホってことでいいか？いいわよ、ウサギなんてどこにもいないわー。はい、いましたー。え？じゃあ霊夢はアホってことで。ウサギなんていないわー。その耳は何でしょうね、霊夢さん。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。バイバイ。